皆さんこんばんは。今夜もアトリエ無地銀座オンラインをご覧いただきありがとうございます。本イベントは無印良品銀座の6階にありますギャラリースペースアトリエ無地銀座よりオンライン配信でお送りしております。アトリエ無地ではこれまで展覧会やイベントを通じてデザイン文化の発信を続けてきましたが、今後は今回のようなオンライン配信やテキスト、映像等の情報発信とミックスさせながら新しい取り組みを継続的に行ってまいります。さて今夜は銀座東京1964から見る日常の希望と題したトークイベントを開催いたします。コロナ禍に見舞われた2020年、東京オリンピックに沸く1964年の銀座を写し取った伊藤光の写真集銀座東京1964が盛岡書店より刊行されました。本来であれば2020年は1964年以来2度目の東京オリンピックとなるはずでした。幻の写真家伊藤光は戦後復興から経済成長期に移行していた日本、銀座の眼前に広がる日常の希望を映していたといいます。コロナ禍が起こる前と後でこの本の刊行意味合いや見え方も大きく変わったのではないかと思います。当時伊藤光が見つめていた日常の希望の意味について、本書を企画刊行した森岡書店の森岡さんと吉田さんをお招きしてお話を伺います。お二人ならではの制作秘話もお聞きしたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、今夜の登壇者をご紹介したいと思います。まず、森岡書店店主の森岡義之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。森岡です。ありがとうございます。続いて株式会社コンセントで編集者、クリエイティブディレクターをされている吉田智也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。吉田さんは森岡書店の共同研究者、経営者でもあるということです。はい。最後に今回の司会をさせていただきます、良品計画で無地ブックスを担当している清水です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では、早速トークを始めたいと思いますが、はい。まあ、最初に、そうですね、もう1年ぐらい経ちましたけど、はい。コロナの影響、暮らし、お二人のそれぞれの暮らしの中で結構ありますか？どうですか？変わりました？暮らしも変わりましたし、うん、仕事の在り方も変わったなと思ってます。仕事で言うと、まあ、第1回の緊急事態宣言が昨年の4月、はい、3、4月ありました、はい、4月7日でしたと、はい、出て、まあ、それより前、まあ、その前後として、うん、まあ、一冊の本を書店というテーマで仕事を取り組んでいるんですけれども、伝統がなかなか実現できなくなった。そうです。はい。出版社や著者としては、この時期は控えようということで、出版がどんどんなくなっていったという時期がありまして、その時は、盛岡書店として、やはりリアルの場所では立ち行かないんではないかという話になりました。で、まあ、その中でも試行錯誤をしながら、オンライン配信をしたり、予約制などをして、まあ、運営してきたんですけど、徐々にまた考え方が変わってきて、7月、8月ぐらいになると、また以前のように、企画の話をいただけるようになった。こちらからまた持っていくようになった。やっぱりリアルな場所っていうのが、コロナ禍の中で、また見直されてきたなっていうふうに感じました。とはいっても、こう、リアルなっていうかね、こう、実際の売り上げっていうのは、うん、まあ、まあ、いろいろあるんですけれども、うん、で、コロナ禍の中のリアルな場所っていう立ち位置を、うん、まあ、見えてきたんですけども、また今年になって、緊急事態宣言、うん、3月、2月で、イベントができないという状況に今、直面しているので、うん、考えながらコロナに対応していくっていう風な状況で、ここ10ヶ月ぐらい、はい、やっています。やっぱその人が集まれないっていうのはやっぱり大きいですよね。なんか今まで通りいかないっていうことが、ね、これもかあれもかみたいな、ね、はい、はい、私の場合は特にトークイベントをいや、ワークショップを介して本を販売していくっていうことを大切にしてきたので、うん、そこを見直さなくてはいけないっていう、
死活問題もね。そうですね。そこに直面した10ヶ月でしたですね。まあまあ、これからも直面していくんだろうと思うんですけど、考えながら、やっていくっていう。はい、まあ、そんな状況で、今進んでいます、うんうん。ありがとうございます。吉田さんも編集学の立場で。はい。まあ、森田さんもそうなんですけど、やっぱり、なかなか出会えないっていうのが、はい、ああ、人とですよね。仕事の進め方も合わないことですし、うん、まあ、家にでも会える期間っていうのが、会える時っていうのはすごく貴重な機会っていうのをすごく再認識して、うん、まあ、なんかそこを、その時間を尊くじゃないけれども、うん、なんかそんなような、ね、いるかに、うん、会えるんだって思えるような機会っていうのが、はい、で同時に、本当に今日紹介していただいている写真集も、本当にコロナが始まった時から、そうですよ、ね、作っていて、ちょうど今、うん、今日さっきあの記録をね、メールを見てみたら、うん、やり取りしてるのが1月とか、うん、もう4日さんから Facebook メッセンジャーで、俺の元の写真を、うん、キャプテンで、うん、編集部で 見たっていう時のなんか興奮が、うん、メッセンジャーでリアルタイムで送られてきて、それが12月だったんですよ。ちょうど1年前ぐらい前 で、三振集もその時にもう やりたいです、やります、やってください、もう気づいている人として、もう確保されるなかなか、まあ、森岡さんがここまでに行くことは珍しいので、まあ、そこは、うん、何かあるということで、準備生産ができるという、なんで、コロナ禍とともにこの本を作るというのがあって、うん、まあ、思惑とは随分、もともとオリンピックが題材にしているので、はい、まあ、本当は開かれるただのオリンピックとしかないという状況が、また、この本を借りるところから、今日ちょっとお話ができたらはい。ありがとうございます。本当に今お話あった通りで、ちょうどこれ出たのが一応5月の観光漬けになっていて、はい、まあ、コロナがこう一旦バーッと盛り上がって、その余波の中で出て、だからその企画自体はコロナ前に始まっていて、これ、家庭の中で出すタイミングってすごい迷ったと思うんですよね。そうですね。これ5月がいいのか、はい、いや1年後なのかみたいなところは、それ実際リアルにどうだったんですか？まさに迷っていました、はい、もしかしたら制作の方はずっと一貫して進んでたかもしれないんですけど、うん、私個人の中ではここで止めた方がいいのか、うん、進めた方がいいのか、うん、特に去年の3月から、4月の頭ぐらいまで、うん、本当に悩んで、いましたっていうのは、そのタイミングで制作金融高校の、搾乳っていうのが始まってタイミングがあったんですよ。はいはい、まあ、多くの個人事業主や中小企業は、はい、パネルパリっていう事態になってたと思うんですけど、まあ、さっきも言いました通り、そこで様々なイベントが中止になっていくっていう、重なりましたので、伊藤浩の写真集もそこで出版だっていうこと。まあ、こう、融資を返していけるのかどうかっていうふうな、切実な問題が、ありました。ただ、まあ、とはいっても、まあ、吉田さんともお話ししてたんですけども、この銀座の伊藤浩の写真っていうのは、コロナ禍の中で、こう、何かこう、勇気づけるっていうか、自分自身も希望をもらえるっていうか、そういう役割はあるだろうというふうなところがありまして、で、そこをぐっと伸ばすような形で出版を進めていけば、なんとか、こう、本として、軌道に乗っていくんではないかと、そういう話し合いがありまして、で、出版ということになりました。そうですね、まあ、結構相当悩んで、なんか何とか連絡もらって、なんか話し合った記憶が結構ありますね。ただ、本当はもともとは森場書店5周年で、そうですね、5月5日が、まあ、ちょうど、はい、店がね、はい、そうですね、銀座に会社したっていうのが。はい、あと、まあ、当然、ね、東京オリンピックの2024っていう枠の中で進んだんですけど、まあ、でも結果としては、なんか出す、今出すべきだったなっていう感じもすごくします。そうですね。これ実は出すタイミングももちろんですけど、この編集作業とか、レイアウトの面でも、なんかちょっと意味合いがこう少し変わっていきながら、実際こう、今最終的に出来上がる形の中で、最初にイメージしたものと、最終的に上がったものって、ちょっとそれ影響あったりとかあったんですか？
なんかまあそうですね、そこで、まあ、作り方は、まあ、最初は、まあ、伊藤浩の写真を発見したっていう思い出がいて、それで、まあ、伊藤浩って何を見た人なんだって、はい、まあ、一緒に考えて、それで、まあ、彼がどう銀座が悪いのかっていうことから、まあ、基本的なアートディレクションっていう、まあ、ページネーションを作っていた、うん、で家に、まあ、そこから一つ一つに森岡が解説をつける、うんうん、森岡が解説つけるっていうこと、うん、作業を始めて、うん、この本には全部載ってるんですけど、はい、そしたらある時あの銀座の古地図、その当時の古地図を持ってきて、うん、吉田さん、僕これ全部あの場所を探しますっていう。なるほど。で、一つ一つ今の場所、はい、今は大体あの辺だろうみたいな、なんていう、まあ、もちろん地図情報、本の情報、人から聞く情報もたくさんあって、うん、でそれを全部収集し出して、うん、まあ、そこで、まあ、より中 の, あの構造がね、やっぱりここの通りはここが近いから、ここに近づけようとかね、うん、まあ、そういうのはあの、そういう作業から作ってきて、一体化してきたっていうのがあるので、うん、まあ、今の風景を見ながら、当時の風景を組み立てていたっていうのが、うん、まあ、中身になってるのかなっていう気がしますね。うん、そうですね。その作業は、緊急事態宣言が出てから行ったので、はい、あのマスクをして、はい、誰もいない銀座を歩いてたっていうのは、はい、すごく印象的で、でもその時あの無印良品銀座はオープンしてたので、はい、あの助けられたなっていうふうに、あ、そうです、あの記憶していますし、と銀座の土地の方々、はい、地元の人がアドバイスをたくさんくださった、うん、これも嬉しかったですね。確かに僕もあの時あのまあ、お店がやってたので、うん、あの応援に行ったりとかしていた時には、うん、本当にあの目抜き通りに一人二人歩いてるぐらいしかいないような、ね、まあ、ゴーストタウンのような、はい、かつてない景色があったんで、はい、そういう状況下でそういう作業をするっていうのはなんかプラスになった面もあったのかもしれないですね、人混みの中でやっていくよりも。そうですね、あの今回のこの東京あ、銀座東京1964、はいはい、もうそうなんですけども、同時に資生堂花椿で現代銀座港という連載も始まりました、うん、ちょうど去年の4月からリサーチなどを始めて、はい、それが一生になってたんですけれども、うん、ある意味銀座がこれまで直面してきた危機の中でも、うん、指折りの危機の中で銀座の良さを探していくっていう仕事が始まったなっていうふうに思っています。で今もそれは続いているんですけれども、あのコロナが終わったとき、まあ、終わると思うんですけども、はい、この本であったり、うん、資生堂花椿でやらせてもらっている現代銀座港っていうのが、うん、何かこう意味のあるものになってくれたらなっていうふうには考えています、うんうん、なんかこの、まあ、銀座っていう土地もそうですけど、まあ、その銀座を通してこの本自体の意味合いっていうのは、まあ、人それぞれが感じるところではありますけど、うん、今日ちょっとね、短い時間ですけど、作り手の、まあ、お二人と、まあ、伊藤浩さん自体の思いを少し伝えていければと思うんですが、うん、まあ、先ほどから伊藤浩、伊藤浩と言ってますが、伊藤浩さんって何ですかっていうところから。そうですか、あの、聞く方もいると思うんで。はい、で、どちらから。伊藤浩さんと。伊藤浩さんと。簡単な、はい、そうですね、簡単なプロフィールですね、うん、伊藤浩は1943年に大阪で生まれています、うん、はい、まあ、あの先週だったのですぐ疎開ということで、うん、宮城県に疎開すると、うん、はい、でそこで小学校を低学年ぐらいまで過ごしたんでしたかね、うん、ちょっと記憶がやけなんですけど、はい、その後あの京都に移り住まれて、うん、で京都で、小学校時代の多くを過ごしていると思います、うん、でその後あのご両親のいる東京に戻っています、うん、新宿駅南口あたりにあのご自宅があったというふうに聞いています、まあ、あの写真館も営んでいたと、うん、はい、うん、お父様が、はい、それで、そこからあの明治学院、中高会まで、うん、でその後東京写真総合専門学校に進まれて、うん、より深く写真を学び、うん、その20歳ぐらいの時に、銀座、渋谷、横浜あたりを、うん、歩きながら写真を撮っていたという作家です、うん、はい、そのあたりに2度写真展を行って、はい、その写真展には例えば、川田菊次さんであったり、うん、篠山慎さんであったり、うん、本名帳に名前が残っておりまして、うん、割と嘱望された
写真家の卵だったのではないかなというふうに思っています。で、その後、まあ、あの東京写真専門学校でプリンターの仕事を、うん、プリンターの先生などをしていたという話もあるんですけれども、うん、電通などの広告写真の仕事もしていたりと、はいはい、写真にあの写真を生業としていくんですけれども、うん、35歳の時に、はい、その写真の仕事を離れまして、はい、志向で陶芸家の道に入ると、はい、で、晩年まで陶芸家として活動した、うん、そのためあの移動行の写真というのは、うん、ほとんど人目に触れることがなく、うん、請求された時に、うん、埼玉県の、うん、まあ、仕事部屋に、はい、残された段ボール箱が2つ出てくるわけなんですけども、うん、それまではほとんど知られてなかったというふうに、うん、あの言えます。これだからプロのカメラマンとしてはほぼ活動してなくて、そうです、あの、うん、この時期はまだ卒業したばっかり で、はいはいはい、その後10年ぐらいは、まあ、写カメラマンとして広告写真の仕事をされています、はいはい、で陶芸家ですね、そうですね、で、だからでもこのあの仕事場にあったっていうのが、うん、どういう経緯で盛岡のところに行きたいっていうの、やっぱりあのご家族、うん、奥様が、うん、発見されまして、はい、で、それを銀座百店の編集部、はい、田辺優子さんのところに、はい、まあ、こういう本があり、あ、写真がありますっていうようなところで、うん、に、まあ、紹介されたと、うん、で田辺さんがあの、まあ、私銀座百店に原稿を書かせてもらったっていう経緯もありまして、うん、はい、私に知らせてくださって、うん、でそれをあの銀座のバーで見たんですけど、うん、その時に私が胸を打たれまして、うん、この写真はいい写真なのではないかなっていう、うん、でそれがリアルタイムにあの、うん、しゃべったやつがバンバンなんか異常な数が送られてくるんだろう、うん、なんだろうと思ったら写真がダーッと並んでて、うん、なんかあの森岡さんの写真集の本も出されてるじゃないですか、はい、だから写真にはある程度精通されてると思うんですけども、はい、そういった目でも見ててやっぱどういうところがこうパッて惹かれたんですか。まあ、精通してるかどうかっていうのはあると思うんですけども、まあ、好きではあるとは思うんですが、うん、自分の考え方に非常に近いなっていうふうに同行の写真を見た時に思いました、はい、というのはあのこの時代に日本の若い写真家っていうのは社会の矛盾であったり、うん、公害であったり、はい、学生運動であったり、うん、そういう社会的なものに接している写真家が多かったんではないかなっていうふうに思います。もちろんそうでない人もいると思います、うん、伊藤浩はあのそうでない方の面が強い、うん、はい、銀座のオリンピックに湧く様子を素直に撮っている、それを良しとして撮っている、うん、もしかしたら高度経済成長も社会が豊かになっていくっていう点では非常に肯定的に捉えている、うん、あるいはアメリカの文化を受容する、うん、あの人気族であったり、はい、まあ、さまざまロカビリーであったり、はいはい、あるいはアメリカの文化とか語学であったり、はい、そういったものを肯定的に捉える、うん、エンタープライズが入ってくるので、うん、反対運動するとか、うん、なんかそういうことではなかった、うん、社会のこういい面を見るという、うん、なんかそういう点に私はすごくあの共感しまして、うん、であのこれは写真集にしようという、うん、まあ、その後さまざまご家族の方に話を聞くと、うん、例えば九州の炭鉱を撮ったシリーズもあったりしますので、まあ、当時の、ね、炭鉱っていうと労働問題が、うん、すごく、うん、労働闘争があったりとかしましたね。三池炭鉱とか、はい、あの社会的な側面が強いと思うんですけども、うん、そういった面もありはあるんですが、うん、私はその写真を詳しくは一度もまだ見てないんですけど、うん、まあ、いずれにしても自分が見た限りあのそのような観点がありましたので、うん、でこれはあの写真集にしたいっていうふうに考えました、うん、その吉田さんそのライブでそれバーッと送られてきて、その画面上で見られて本作りたいっていうのを聞いたときに、なんかどういう感触でした？うん、まあ写真見た
見て、まあ、僕もこの写真すごくいいなと思ったのが、うん、まあ、一般的にあったの、うん、あったので、まあ、そこから、この写真がどういう経緯に撮られて、うん、どういう意味があるのかっていうのは探索していったことなんだけれども、うん、なので、そこはまあ、割とダイレクトにやりたいとか。うん、で、まあ、今、森岡さんもおっしゃってたんですけど、やっぱり、伊藤浩ですけど、二十歳過ぎて、やっぱりすごく心がすごくまだフレッシュで、世の中に対してポジティブな、なんかこう、新しいものに対してすごくキラキラしてドキドキしてたんだなっていう思いと、やっぱり戦中の生まれなんで、まあ、日本の復興と、自分の成長が、まあ、完全にシンクロしてた世代。だからこう、まだ2歳ぐらいの時に戦争が終わってるので、記憶がほとんどないと。ただ、日本が元気になっていく様子、自分が成長するのこと、思春期と、まあ、合わさっていった。だからまあ、うっすらとしてその戦争っていうことの経験と、そこでの傷跡っていうのは生々しく見てるんだけど、どうして自分は二十歳の、芸術家として生きようっていうキラキラした夢と、それがすごく奇跡的に混ざってる写真なんじゃないかなっていうような気がしています。まあ、社会派であるのは社会派なのかなっていう、僕はちょっとそういう理解ではいるんですけどね。その時を切り取った。そうですね、なんかまあご遺族の話とか聞いたり、うん、いろいろその後で調べたことを考えると、うん、まあ、すごく、まあ、いろんなことを信条して考えられている、うんうん、写真家芸術家だったのかなというふうには思っています、うん、ちなみにその、段ボールに入ってたっていうのはフィルムの状態でもあったってこと、もうプリントしたものがあったってこと、プリントしたものが銀座と横浜、あるいは渋谷の写真、うん、マイコスカマルカ、はい、これが大体、銀座だけで200枚ぐらいプリントしてるものがあります。はい、横浜と渋谷のが、まあ、ちょっとどれぐらいあるのかわからないですけど、うん、まあ、おそらく100枚ぐらいあるんじゃないかなと思います。うん、あと、膨大な量のフィルムのネガ、はい、これは私もほとんど見てないです。今回、銀座の写真集、白黒、はい、ばかりで構成したんですけど、レガの中にはカラーもあります。そうです。はい。それは全貌がまだ分かってないです。あ、ちょっとこれまだまだ発掘することができそうな。そうですね。はい。はい。そう思います。なんか私も何度か拝見して思ったんですけど、ちょっとその写真の内容のことも少しお聞きしていきたいんですけども、はい。想定の今皆さん画面に見てる表紙の今のこの写真、はい、レンガのビルの前に若い人が、はい、おじいちゃんがいるっていう、僕は全然写真集とか見ないんですけど、うん、でもなんかのうっすらした記憶で、なんかこの構図、このテイスト、なんかアメリカの誰かそんな写真家いたよなとかって思ったりとかして、うん、で中見ていくと、やっぱその当時の、まあ、アメリカとかで活躍されている、まあ、一級のカメラマンとか、うん、まだ分かってた頃と、うん、なんとなく素人ながら共通している、うん、まあ、その構図とかもいろいろあると思うんですけども、うん、なんか古くはないし、うん、なんかこう素人感もないし、うん、なんか非常に面白いなとかもあったんですけど、うん、そういう観点で見るとどういう特徴がこの伊藤浩さんの作風っていうのがあるんですか。うん、それは2つあるなと思います。はい、実は清水さんおっしゃってくださった通り、はい、まあ、様々な作家の要素っていうのはあるだろうと思います。うん、一つその中の一つは、ウォーカー・エヴァンス、はい、ウォーカー・エヴァンスの地下鉄の、うん、なんていうんですかね、人々 の、はい、顔を撮った写真、うん、ちょっと隠し撮りしたような写真、うん、そういうのがあるかなと思うんですけど、うん、そういった視線の写真が中にも入ってるかなと思います。三愛の前で、立っている人たちを撮っている、はい、まあ、そういう意味では終作っていうんですかね、そういった、うん、習う作ですけど、うんうん、意味合いもあるのかなとは思っています。うんうん、もう一つは、やはりロバート・フランクの影響っていうのは非常に大きいと思います。うん、これは編集をする過程で吉田さんとあるとき気づいたんですけど、うん、この写真ロバート・フランクに似てないかと、このシークエンスはロバート・フランクに似てないかと。うん、で、まあ、様々ロバート・フランクの、まあ、写真を調べてみたら、うん、構図が非常に近いものがやはりあって、 で、その段階で、ご家族の方にロバート・フランクの何か書籍が残されていませんかっていう質問をしたところ、うん、ロバート・フランクの写真集はないんですけど、うん、ロバート・フランクの論考は、うん、
ご自宅にあると。でそこにはなんか鉛筆で線を引いた跡もあるということで、あのロバート・フランクの影響というのは伊藤浩さんにあるんだろうなと思うんですけど、ただ同時にあのロバート・フランクの写真と伊藤浩さんの写真は全く別物だとも思っていて、ロバート・フランクっていうのはやっぱりあのいろんな方が研究している通り、こうアメリカの社会をやや端に見ているところがあるなと。まあ、あの現状のアメリカっていうのも大変なものがあると思うんですけれども、当時のアメリカでもこう、あの、まあ、様々な問題があったと思うんですが、そういうものは暗にあぶり出すような、人々の表情からそういったものを導くような、写真になっている場合があるかなと思うんですけれども、伊藤さんはそこは全く採用してなくて、ロバート・フランクの構図は採用してた。あと、まあね、あの、銀座の中のアメリカを探していった。ロバート・フランクの代表作にアメリカっていうのがあると思うんですけれども、それを目指しつつも別の反対のベクトルでアメリカを探していったっていうふうな気はしています。でもう一つ影響があったなかったかという点で言うと、ウィリアム・クライン、ウィリアム・クラインのあのニューヨーク、ローマ、東京、モスクワというシリーズは後の写真家に非常に大きな影響を与えているのではないかなと思っています。もちろんここ のラウンジにも写真集が入っていますけれども、伊藤浩の場合はその影響が全くないと。単純に知らなかったのか、まだ日本に入ってきてなかったのか、ちょっとそのあたりの検証は分かっていないんですけれども、いずれにしてもこの、あの伊藤浩が残した写真を見る限り、ウィリアム・クラインの出力のアレブレボケ、これは全くないと。これが一つあの特徴としてあるかなと思います。もしかしたら単純に、まだ触れてなかったのかもしれませんけど、でもそれが故に特徴になっているとは思います。なんかあのちょっと当時の今の時代と比べると情報の速度ってだいぶ違って、遅かったと思うんですね、当時。だからオンタイムの状況じゃないですか。はい、かそこがどうなで、あの今インターネットって、まあ、即時性っていうか早いと思うんだけど、昔の芸術とか、まあ、文学者の心の人って、あんまり楽なく受け取ってるっていうのが、僕はすごく何十年も思うことで、まあ、あの伊藤浩もやっぱ最先端なものを、すぐ勉強して、ちゃんと勉強するっていう人だったのかなっていう、だからまあそれも修作も兼ねて銀座を歩いたっていうのはすごくあって、だからまあすごく誰々に出るっていうことがいっぱいあるんですけど、それはまあ、 あの内までの状況ですね。その時にドキュメンタリーチックだったり、時にまあ構図優先で撮ってみせたり、すごくその辺も面白さの一つだなと思って、あと、まあ、森岡さんも言うように、ロバート・フランクのアメリカンズの、まあ、全然違うんで、その壮大なオマージュではあるかなと思っていて、で、それは、銀座っていう、地域が、まあ、もともとはヨーロッパ化して、で、関東大震災前後からアメリカ化してって、でっていう流れが、この街にはあって、で、同時に、戦後、になって余計に、まあ、戦時はちょっと違う数だったと思うんですけど、戦後になってアメリカ人がどうやってきて、もうコカ・コーラをのエンブレムをいっぱい取ってるんですよ、してて、そのアメリカがすごく自分たちの生活の中にあるなってことを意識させられるような視点がたくさんあって、なんかそれは作品を見るときに面白い点だなっていうところ。なんかやっぱこの20歳っていう時代、年齢で、まあ、ある種、早熟なのか、成熟なのか分かんないですけども、すごい、異質な人だったのかな、もしくはこれが当時の若者にとってはスタンダードなレベルなのか。それもなんか、昔の人ってみんな大体早熟なんじゃないですかね。なんか、たち、なんか人生伸びた分、成長がみんな遅いなのかなっていう気が。そうかもしれないね。確かに。まあ、今から見たらとてもそうですよね。ですよね。まあ、その、まあ、伊藤さんっていう方と、まあ、その作風っていうのはそういうことだと思うんですけども、ここからちょっとまあ、被写体になっている銀座っていう街の視点をちょっとお聞きしてはいきたいんですけども、さっき古地図を見ながら、
検証していったってことでしたけども、まあ、単純にその古地図と今の銀座ってもう全く違うんですか？割と後面影があるんですか？そもそも割と面影はあるなと思います。やっぱり64年の時にできたビルっていうのは今も結構残っているなと思っていますし、遠くから見た銀座っていうんですかね、そういうのは戦前とあまり変わってないなと私なんか思っていて、そうですか、遠くから見るとですね、例えばこうシンボルとなるような和光は当然ですけど、今よく言われてますけども、松屋さんの、ね、外壁を直して中は当時の国体で大切に影響されているということですし、隣のルイ・ヴィトンのビルも、おそらくあれも昭和初期のビルではないかなと私は思っています。区体はそのままで、伊藤屋さんですけどね。うんうんうん、で、そこに、このな、近くに UA ビルっていうのが4階建てでありますけど、あれは外側だけ違っていて、新しくなってて、中は区体になっていますし、まあ、銀座三越も区体は1930年代のものだと思いますので、もちろん京文館、1930年代、アントニン・デーモンドから、こう、シンボル的な建物っていうのは、意外と昔から変わってないなっていうふうに思っています。まあ、もちろんね、コンテンツであったり、まあ、変わったものはもう本当にいっぱい変わってますけれども、まあ、そういう観点からいくと変わってないだろうと。あともう一つ最大に変わっていないものというか、は、銀座の、まあ、通りの5番の目の作りっていうのは、これは江戸時代からほとんど変わってないんじゃないかなと私は思っています。3ヶ月ぐらい前に、何年だったかな、1600年ぐらいの古地図を模写したことがあったんですけれども、そうですか、その時区割りを書いていったんですが、今と変わってないなって区割りは、道路の、そんなことは思いましたですね。うん、でもこれの結構、まあ、一枚一枚場所を特定させていく作業だったかと思うんですけども、はい、それの中で何か新しい発見とかって逆にありました？その銀座にもうずっと5年お店やられてて。ずっとっていうかね、5年なのでね、銀座は江戸時代からやっていらっしゃる方もいるから、なかなか銀座のことについて、いうのは、どうかなと思いながらもやってるんですけれども、っていうのは私生まれたのが山形県なので、銀座とはね、ちょっと違う文化圏で生まれて、ただ面白いのは、ちょっと検索すると、私、シティボーイに認定されているんですよ。マガジンハウスとか。ああ、そうなんですよ。知らなかったです。そうなんですよ。今年46歳なんですけど、はい、47歳なんですけれども、はい、47歳で山形県生まれ、シティボーイっていうのはどうなんだろうと思うんですけども、まあ一応、認定されてますので、まあ、だからどうなんだってことでもないんですが、語る。ええ、そうです。シティボーイやったら、こう、銀座のことも語っていいか、自分で言い聞かせてやってるんですけども、何でしたっけ。でも銀座のなんか新しい発見はありました、ね、これを通じて。街の、まあ、魅力なのか。やっぱり銀座は希望に満ちている街だなっていうふうに思います。例えばって何だろうな、まあ世の中いろいろありますので、まあいろんな矛盾っていうのは背景にはあると思うんですよ。まあ今だったらね、気候変動の問題とか、環境とかいろいろ、はい、そうですね。あと日本の人口の問題ですとか、人口が少なくなるっていうのはあまりいい、あまり悪いことではないなと私なんか思うんですけれども、が、まあ、いろいろあるんだけれども、銀座は、まあ、それは、ちょっと一旦保留っていうかね、置いといてもいいんじゃないか、って言うとちょっと語弊があるな。いずれにしても、人間の知覚っていうのは、私、二つで一つだと思っているので、善悪とか美醜とか、陰陽とか、二つで一つのものですから、どっちかを知覚すると。で、銀座の役割は、
美であったり、うん、明るいものであったり、うんうん、絶望と希望だったり希望だったり、うん、なんかそういうものを担当する町なんではないかなっていうふうには思っています、うん、なんかあの今日のテーマが日常の希望なんですけども、はい、確かにあの写真集見ると、まあ、解説にもあるんですけども、まあ、吸殻が写っているとか、うん、あの、はい、古いものに電話ボックスが写ってて、うん、その明るい面を意図的にとか積極的にこう被写体として選んでる要素が、まあ、あるなっていうのは、まあ、お話の中でもあったんですけども、まあ、今コロナで、まあ、冒頭にもありましたけども暮らしが変容して、まあ、ニュースとか報道を聞くとやっぱこう、はい、何に感染しましたとか、あのこれができなくなりましたとか、これはやめましょうみたいな、まあ、変わるっていうことに対しての持つイメージっていうのがマイナスな要素があったりとか、まあ、変わること自体をどう評価するかっていうのは、うん、あの考え方なんだろうなと思うんですけども、まあ、この写真集を通してとか、うん、まあ、この作業を通して、まあ、お二人がこの日常の希望っていうテーマを持った時に、うん、まあ、ここから見て取れるもの、感じ取るものとか、そういった話をちょっと最後聞かせていただきたいなと思うんですけど、あ、吉田さんからいきますか。うん、そうですね。日々変わっていくこと、うん、まあ、変わっていくことって別にすごく大きな変化じゃなくてもいいと思うので、でもあのこの写真集でもその変わりゆく日本、まあ、結構大きく変わった時代でもあると思うんですけど、うん、変わりゆく日本をドキドキしながら楽しんでいった目線みたいなのが水戸黄さんにあって、うん、で僕らの時代、まあ、もうやっぱり何かしら外圧、まあ、外的要因でいろんなこと変えざるを得ないけれども、うん、その一つ一つに僕らが対応していくことの、うん、を楽しむみたいなね、なんかこういうことじゃなければこういう機会は生まれなかったようなってことが今たくさん生まれてると思うので、うん、まあ、そういうことを大事にしていくことがなんとなく僕の中では今の楽しみ方ですかね、うん、そう、この具体的に吉田さんの中でこの写真集 の中でここはやっぱすごいこの希望を感じるのかな、こう伊藤さんの思いが伝わるっていうのか、印象的なものとかありますか？人々の顔ですよね。人々の顔をですね、なんか笑顔だったり、まあ、あと、表紙にもなってますけど、うん、まあ、笑顔の青年たち、話してる青年たちの横に老人が、うん、通り過ぎるとか、うん、まあ、そこをね、親御さんもよく話しますけど、きっとこういうふうなことを思ったんじゃないかなって、うん、この老人は、うん、今この若者たちが、精神を享受している。うんうん、で数十年前は考えられない時代だ。多分、その老人も戦争に行っただろう。でも、今の時代にこう変わ、いろいろ変わってしまったけど、きっとこれは良いことなんじゃないだろうかっていうのが、これ僕の考えたけど、森岡さんの考えなんですけど、これなんで表紙にしたかっていうことの、まあ、いろんな案だったんだけど、結局そういうことをイメージをして決めたっていうことなんで。そうですね。そこが一番の決定、この表紙の写真の。ね、ここから紡がれた会話、どう予想してみた、うん、会話っていうかね、こんなことじゃないかっていうのを予想してみたんですけど、うん、それが今吉田さん言ってくださった通りのことなんですが、うん、まあ、それで、まあ、この表紙を決める時っていうのはもうコロナが進行して、突入した時期でもあったので、うん、まあ、希望を言い出せるのではないかっていう、うん、まあ、この老人はそれを受け入れたんじゃなかろうかっていう、そういう瞬間を撮ったんじゃないかっていうイメージで、あ、まあ、それ以上のちょっと答えはないかなと、いろんな、まあ、ね、素敵な被写体いっぱいいたんで、一発でダンってやりたいなとか、いろんな案を作ったんですけど、まあ、最終的にはまあ、その意見、森岡さんのそのイメージが、まあ、いいなと思って、合うなと思ったので、それを選んだ。なんかちょうどこう、若者たちの前を通り過ぎた後の、まあ、僕が見たのは寂しそうな老人とか、ちょっと背中丸めてて、郷愁を漂わせる感じがしましたけども、そういう見方もあるんですね。その彼らを多分そのちょっと前に目に入っていただろうと、うん。ちょっと前に行っていた若者は、ここ御幸通りなので、うん、まあ、こういわゆるこうアメリカの東海岸に憧れて、うんうん、ファッションはい、を楽しんでる若者、うん、おそらく軽いなと思ったと思うんですけれども、うん、その一方で、
このご老人は、うん、戦争の惨禍っていうのを経験してるから、うんうん、なんかこう兵隊に行く若者とか、うんうん、あるいは特攻に行く若者とか、うん、そういうすざまじい現実と比べたら、うんまあ、これでって言ったら変じゃないですか、あなたたちは幸せなんじゃないかっていう、うん、この時代幸せなんじゃないかっていうふうに思わなくはなかったのではないかっていう、うんこのちょうど1960年っていうのは戦後19年、20年目ぐらいのだから、ここに映ってる若者たちっていうのは本当に戦後生まれかぐらいのだから、本当に戦争知らないし、でこうね歩いてる大人たちは確実に戦争の何かしらの体験が絶対的にあるっていう、コントラストすごいかもしれない、確かに。そういう、うん、この中に入ってるインタっていう街はそういうふうに見える。写真集全体でね、そういったものなんじゃないかなっていうようなのが、まあ、最初、森岡さんが言うように、個人的に受け取るっていうのはそういうことかなっていう。決して、別に能天気はない。そこの感じ取り方ってすごい面白いですね。うん、こう見ちゃうだけだと、なんか、あ、当時こうだったんだって言って終わってしまうけど、ちょっと、なんですかね、感情、入れてみるというか、その立場、被写体の立場になったりとか、時代背景をちょっと考えると、もっと全然違うように見えるような気がしますね。その風景だけのものも含めて。確かに。うん、で、私、その、森岡さんが一緒に作ったの、解説を見て、写真見て、みたいなやったんですけど、うん、最初パーって見たんですよ。だから、あれだったけど、解説読むと、あ、全然違う。ものに見えたっていうのが何度もあって、ね、考え方ですけど、面白いな、まあ、そこのね、そこも合わせてこの一冊の本を作られているっていう、そういう構成がしてあるんで、うん、ある種二重構造というか、写真としても単純に見えるし、あその解説で、まあ、いざとなるとこれ場所も行けるわけですよね、はい、この場所だっていうところにね、はい、っていう解説の内容になってますのでね、うん、ありがとうございます。森岡さんはその日常の希望という大きなテーマですけど、うんまあ、この写真集の中からそういうテーマも感じ取ってたと思うんですけども、そうですね、やっぱりまあ、この写真集はやっぱコロナと一緒になったっていうのは非常に大きいなっていうふうに思っています。例えば東日本大震災が発生した後、この社会変わるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども、あの時のことを思い出してみると、2011年の6月ぐらいには普通に営業が始まったなと、私は。で、割と飲み会なんかも復活してきた。少し前の状況にもう戻ったなっていう実感がありました。で、今回はそれと比べて何が決定的に違うかというと、やっぱり東日本大震災で壊滅的な打撃を受けたのは東北地方沿岸部だと思うんですよ。もちろん福島第一原子力発電所が爆発してますので、その状況っていうのは今も変わってないとは思うんですが、その意味で東京も放射能が降ってきてるからダメージは受けてるはずなんですけども、今回のコロナ禍は主たるこう現場が東京で、東京の中でも銀座や渋谷や新宿繁華街が痛手を受けたり、あるいは大阪の梅田であったり、心斎橋であったり、やっぱりこんなこと言うとちょっと怒られるかもしれないんですけれども。関東大震災とか、太平洋戦争の時の空襲とかっていうのは、日本の中心部が壊滅的な打撃を受けてると思うんですよ。もちろん原子爆弾もありましたが、そう考えると日本の社会っていうのは東京の中心部が壊滅的な打撃を受けた時に大きく変わるのではないかなっていうふうに私は思っていまして、今回は、まあその通りになっていると思うので、何か新しいことが生まれてくる可能性があると思っています。これはすごい逆説的なんですけども、私はそこに希望を感じていると
というふうに思っていまして、何が生まれてくるんだろうと、なんかやっぱこの何か仕組み変えないといけないだろうと、その時にどんなことなんだろうなっていうふうには思ってます。変わることに対しての期待感というか。そうですね、この64年の銀座ってある種過渡期だったと思うんですね。これ撮影時期は東京オリンピックの前後、前ですね。この盛り上がっていて、フラッグがいっぱい少かし込んでて、ね、だからなんかすごい意図的に、ね、なったと思うんですね。高揚感っていう意味では、その高揚感どっから出てくるのって言われたら、森岡さんがおっしゃるみたいな、何か変わることが、そうですね、大きなイベントで変わることがあるっていう、新幹線ができるとかいろいろ、そうですね、新幹線できたり高速道路できたりっていう風な日常の中の希望っていうのがこの時あったと思うんですよ、東郷さんの中にも被写体の人々の中にも、だけども今はおそらくそれと別の方向性の希望っていうのがこれからあるいは今かもしれないですけど芽生えてくるんだろうなと思っていて、今日たまたま午後、資生堂の方々と銀座のことについて話す機会があったんですけども、銀座の生態系や銀座の植物がどうなっているのかを調査して、すでにもう調査してあるんですけども、それを可視化するプログラムを開始するっていうふうな話がありました。ショーウィンドウで見せていくっていうことなんですけど、これは都市のサステナビリティに、アバサステナビリティというんですかね、すごく直結する考え方になっていたりすると思うんですが、何かそういったところからこう新しい価値っていうのは導かれていくんではないかなっていうふうに思っています。その変わるってきっかけが絶対あると思うんですよ。それのポジティブなきっかけだったらそれはなお良しですけど、さっきの震災の話とか空襲の話とかっていうのもきっかけには違いなくて、その後が絶対的に不幸になるとか、きっかけがマイナスのものだったからその後マイナスになるとかっていうのは、なんていうんですか、思い込みであって、実際戦後日本はとてつもない発展を遂げて、今の暮らしのベースを作っているっていうのはすごいネガティブなことだったけど、そこからゼロベースみたいなところもあってやっていくと、今回のコロナはとてもマイナスで、亡くなられた方もたくさんいらっしゃって、今現在暮らし経営とかで苦労されている方もたくさんいらっしゃる中で、私もやっぱその、そうですね、ちょっともう活動がね制限されていて、でも だからダメなんだとか終わりなんじゃなくて、やっぱそこに変わったことの次ができることだったりとか、もう考えていくこと自体がとてもアクティブな話だとは思います。そうですね、私はなんかね本を扱ってたり時々原稿も書いているものですから、何か一つ言葉があるといいなって思っていたりはします。例えば、ね、あんまり触れる機会なかったら、方言学ってここに今このラウンジに ありますので持ってきたんですけども、これは関東大震災の後、1925年に出版されてるんではないか、なと思うんですけども、その時に本和次郎が方言学っていう言葉で、新しい学問を提唱した。その年には武井武雄という画家が動画っていう言葉も開発していたり、動画の動っていうのは動揺の動ですね、わらべですかね。あとは柳宗悦が民芸っていう言葉を初めて使ったのも1925年の冬って言ってたかな。実際にこう表に出てきたのは26年だったような気がする。ちょっと分かんないです。年号がもしかしたら 2,3 年ずれてるかもしれないですけど、出版自体は多分1930年かな。こちらの出版自体はもうちょっと後です。中身は先に書かれてる。銀座の街を調査したのは1925年だったと思います。資生堂の現代銀座校で、花椿が現代銀座校で書かせてもらってます。ご参照ください。ですね、考古学ではなくて考古学という現れることを考古を対抗するものとして、今の現代を、今見えているものを考える。一歩っていうのが、非常にやっぱり僕の考え方です、ね。
なんか僕なんか光源学自体はそんなに親しみないですけど、そこから派生した、うん、あのまあ今のね、街を紹介していく番組とかも、根本はここだと思うんですけど、あそうですね、銀座ですからね。最初のページに銀座で働く人のイラストで制服をこう紹介してるんですけども、これもやっぱ今あるものを記録してどう思うかとか、どう見るのみたいな、まあ、記録すること自体が光源学の一つだと思うんですけども、それを収集して集めるっていう。光源学のですよね。安藤厚生の銀座再建、これ多分1931年とかで、これも新陽堂で、こっちも新陽堂で、ね、同時期に出ているっていう、新陽堂は日本橋ですけれども、これもお隣ですもんね、はい、銀座再建ね、これいい本、なんですけれども、この想定が、はい、フランスのとあるコスメブランドのパッケージと非常に近い。とあると気になりますけどね。カバーはまたちょっと違いますよね。これは中古文庫に入ってる。中古文庫は絶版なんですけれども。うん、中古文庫これですね。僕ね、この本を作りながらこれを読んでたんですよ。なんかこの1年前これを読みながらこの本を作ったので、ちょっとね。この本自体は実はよくよく読むと、こう銀座のカフェ事情のゴシップにもなっていて、同時にベタタン人だったので、アメリカになっていく銀座を憂いていて、もう僕は銀座を卒業するわっていうふうに戦前にね、こう言って、まあ安藤厚生自体はこう中国に行って、まあ鑑真の研究をして、鑑真の研究所を作り、井上氏の天平のイラカにつながるっていう、なんかこう、なんか不思議なね、こういう、関係もあったりしてて、なんか人って、もうこの人もすごい、さっき話した変わったことを受け入れて、自分はまた違うところに行って、違うものをまた勉強するっていう、この時は多分東洋美術かなんか編集長だったと思うんですけど、お金を放投しすぎて、こういうちょっとゴシップっぽいやつを書いたっていう、でも時間が経てばすごくこれは記録としてすごく面白いな、だからでもこの光源学とか思うのは自分のことですけど、最近もう暇で散歩ばっかりしてるんですよ。いいですね。で、もう3区ぐらいまたいで歩くたりしてるんですよ、はい、3、4時間なんですけど、最近消火器が気になっちゃって、消火器、はい、住宅地を歩くんで、はい、各区が消火器を設置してあるんですよね。やっぱ火事の町、東京、江戸、で、昔は樽を置いてあったと思うんですよね。浮世絵とかであれば。とか今はもう時代が消火器になってるんで、でそれの区によって全然デザインが違うわけですよ、ケースの。それを取ってるんですけど、それって、こういう暮らしになったから僕見つけて、面白がってやってるんですけど、だからなんかいろいろなことを観察してみるとか、見つめてみる。やり過ごしてることをちょっと立ち止まって見てみるとかってところに、意外と何かこう、自分を楽しくできるとか、何か新しいことのヒントがあったりするのかな。まあ、僕の消火器なんかしょうもないですけど、自分の中ですごい盛り上がるんで。そういうことかもしれないですね。この今見えてるものを、ちょっと認識、ちゃんと認識するっていうんですかね。そこから始まって、で、それよりも日常の中のことだから、そこから何か、まあ希望っていうとちょっと大きいのかもしれないですけども、何かヒントが出てくる。で、それは一つ写真っていうのが、後でも振り返られるものだと思うので、なんかこういう、今、厳しい時期だったり、変わる痛みもいろいろある中で、でも、お二人がおっしゃるみたいに、なんかちょっとね、とは言ってもっていうところとかは、あるだろうと、すごく思いましたね、今日話聞いてて。あとなんか、これ質問って上がってくるんでしたっけ、気づいたらあと5分でした。すいません。あと5分ですか、ね、なんか質問って今上がってます。上がってます、ね。はい。デザインについて、ちょっとだけ語ろうかな。はい、お願いします。じゃあ質問読みますね。はい、すいません。ブックデザインで大切にしていたことは何ですか、はい、これですね。なんかいくつかポイントがあるんですけど、はい、まあこれは、デザイン協力で、永田敏信さんという方
方と一緒に、ね、やってる部分もあるんですけど、まあ、結構その書体とか実は、うん、東京オリンピックの19のというのと、うん、まあ、ほぼ同じヘルメシカ、うん、エクストラコンプレッセル、うん、に使ってたり、まあ、あと、紙自体本当は、オリンピックのポスターと同じものを使いたいなと思っていて、そうなんですね、使えないかなと思って、はい、山田写真製版の板倉さんにいろいろ調べてもらって、はい、であれは実は数年前に2017年に廃盤になったんです。あ、それまではあったんですか。で1964年か63年、うんうん、63年にこのマサゴペイクって紙だったんですけど、うん、2017年まであってデッドストックだったら、うん、バレるかもしれないで探してもらったんですけど、ダメで。で、マサゴ製紙っていうところが作ったマサゴペイクっていうところで、今は買収で、特殊東海製紙さんの名前になって、まあ、その代替えとして、金紙っていうのを表紙の紙ですか、ちょっと不具合が出るんで、で、代替えだけど、実はその金紙の方が歴史が古くて、まだあるんですけど、全パッと調べたんですけど、こっちの方が実は古かったっていう、60年ぐらいかな。で、こっちもなんかやっぱね、だから40、60年ぐらいやってる。うん、これちょっと、ね、完全な白じゃなくて、ちょっと黄色みかかってるっていうのが特徴。うん、そうなんですよね。あまりピカピカで、うん、まあ、ピカピカにはちょっとできないかなって思ったり、うん、あと、中身はまあ丸刈り塗装って紙なんですけど、うん、山田写真さん、まあ、特に熊倉圭人さんにお茶碗でやったんですけど、うん、ビリンって言った、うん、伝説も熊倉さんにお世話になっていて、うん、まあ、このテストが特徴的なんですけど、実は結構そのトーンが合ってないんですけど、これはまあわざとで、うん、なるべく、うん、本人がプリントしたものがある、そして経年変化によってちょっとやっぱバランスが崩れて、うん、でもまあそこはそのまま、にしようじゃないかっていう、まあいろいろ議論がありつつ、だから割とこの、ちょっと違うっていうのは、実はその今ある見つけたそのままの状態をちょっと防衛してどうか。だからそういう方だと思うと恐れてないっていうのがある。まあちょっとそういうこだわり的には、まあデザイン全体としてはそういうところですね。これその、半径の横で長いっていうのも、これは最初から決まってたんですか。そうですね。そうですね。ね、うん、私の好みです。あ、はい、なるほど。やっぱね、こう進んでいくっていう、やっぱ街を進んでいくことをやっぱ想起させる、まあ、横がいいんじゃないかなっていう、ね。ちなみにこの、写真の並びの順番っていうのは何かあったんですか。高速なのかっていうこだわり。まあ、最初に言った通り、まずは、まあ、街に結構、うん、街の中をどんどん旅するってイメージで、うん、僕の方でバッと組写真を作って、はい、でそれで具体的な写真この場所は何かって分かった時に組み替えていくっていう作業を繰り返したっていう、まあ、厳密にその合ってるわけじゃないんですけど、はい、イメージとしてやっぱここ同士はここの写真同士は隣の満開の後ろ同士なんで近い方がいいだろうとか、はいはい、まあ、そういう具体的な議論を、うん、森岡さんが研究したのをここに後から入れたっていう感じでテンション作ってたわけです。いろんな要素が入っていて、もう結構ギリギリレイアウトは組み替えてたんですか。ギリギリまで組み替えてた。最後はね、なぜ新発揮が出てくるんで、森岡さんはずっと研究したから、ずっと書いてたからね、書かなきゃいけなかったから。それで、よそさん、あの場所ようやく分かったんです。ゆえに、あのページじゃないです。まあ、それそっか、そういう作り方をしてて、まあ、なかなかやっぱ特殊な作り方だったけど、まあ、結果的にすごい良かったなっていう、うん、なんかすごい満足度は深いですね。うん、ね、これただ、あと何かあります？なんかこれ見せていただきたいっておっしゃってくださっている、うん、はい、ね、いるんで、資生堂の、現代銀座港っていう、花塚家さんに連載が森岡さん持っているので、そこにね、はい、毎回、写真が掲載されているので、うん、まあ、URL 誰かちょっと公開してもらえるといいありがたいかな。今、あれですかね。番組内容であれば、多分。これ共有したんですね。これだと見づらいと思うんで、はい、今見えてますかね。共有しましたけども、
この銀代、現代金座庫。そうですね。そこに見たい方は結構な数のページを、はい、森岡さんの論考とともに読める、結構素晴らしいページなので、はい、ぜひ。この姿勢を、はい、じゃあお時間になってまいりました。お時間になりましたね、はい、今日1時間というタイトなスケジュールでしたけど、はい、ちょうどですね、いろんな話を聞けて、1時間経ちました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で最後に、お知らせをご案内がありまして、今日のイベント のご感想とかもしくはこのアトリエ無地銀座のイベントについてこういうことやってほしいよとか、そういったアンケートをお願いしたいなと思っていて、アトリエ無地銀座のイベントページ、アトリエ無地銀座っていうページの中のイベントのページを開いていただいて、そうすると一番下にスクロールしてもらうと、アンケートフォームっていうのがございます。そこをちょっとクリックしていただくと、選択制の、なんかこうポチポチ押していくような、本当最後、テキストにコメントもいただけるようなものになってますので、2月3日までの期限で、ご意見募っております。これ、後で、森岡さんと石田さんとも共有させていただきますので、お二人のメッセージなんかもあれば、ぜひ、振るって、投稿していただければなと思います。はい。では、今日は、ちょっと寒い中、銀座までお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございます。では、また、なんかね、次もやったらいいなと思ってますので、ね。そうです、ね、はい。そうですよね。はい、この、企画は、はい、これからもずっと続いていくんですか？やっていくと思います。本を絡めて何か紹介していく。そうですね。まあ、このね、ライブラリーもね。ライブラリーも本当にいい本がたくさんあるので。ね、そうですね。なかなか来てくださいって今いないから、まあ、そう、こういう形で紹介していくっていうのは、すごく有意義ではないかなと思います。今お話した本も、そうですね、ここに書いてありました。今、撮ってきたっていう。あるある。うん、なんかね、そこもまたね、森岡さんにいつもご利用いただいてますんで。あ、そうなんです。相当協力してもらってますよね。ありがとうございます。本当に お世話になってるんですよ。はい、この現代銀座降格にあたっても、銀座の資料をここで読んでることが多いですよね。はい、なんかですね、そのさっきのアンケートにやってほしいみたいなね、コメントを言っていただければ、勇気づけられるかなと思いますので。お願いします。はい、では、以上で終わらさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。